お疲れ様です。おもちゃ大好き、ゆうきです。今回紹介するおもちゃはこちら。レベルドバースト D162 スパーキング対戦セット。こちらを紹介していきたいと思います。2020年始めるのはこれ。前半にパッケージ見て開封していきまして、で、スーパーハイペリオンとキングエリアスペシャルバージョンとノーマルバージョンを比べてみまして、で、後半にまず一人で遊んでみて、次に甥っ子と遊んでみまして、で、最後に感想を言っていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。早速見ていきたいと思います。ベイブルズバースト2020年始めるならこれ。すぐに対戦できるオールインワンセット。こちらはヤマダ電機でおもちゃ売り場があったんでそちらで買いました。購入動画は前回出してますんでよかったら見てもらえますと嬉しいです。セット内容がスーパーヘペリオンとキングヘリオスのスペシャルバージョンになります。現在の主人公の2機になりますね。で、ライトランチャーレッドバージョンとライトランチャー L ブルーバージョン、まあ、右回転と左回転です。で、ベースタジアムスタンダードタイプがついてきます。メタルパーツ、シャーシで性能が超アップ。画面はこんな感じになってます。ベイブレードの遊び方が書いてあったり、スーパーヘッペニオンはキングレースのことが書いてあったり、各パーツのことが書いてありますね。早速開けていきたいと思います。開けるとこんな感じです。スタジアムがあって、説明書があって、で全部出しますと、しっかりと袋に包まれてました。こういうところもいいですよね。はい、全部開け終わりました。最初にベイスタジアムの方を見ていきたいと思います。で、開けてびっくりしたんですけど、このベイスタジアム透明だったんですね。全部あのパッケージ見るとここの下の部分が白で、でここが透明だと思ったんですけど、全部透明だったんですね。で、調べたらその前のセットも透明だったみたいで、ちょっと驚きました。いや、透明だと思わなかったんで嬉しいですね。で、あのキャップをつけますと、固定キャップ、あれをつけるとちょっと外せなくなっちゃうんで気をつけた方がいいですね。で、黒とあのいつも使ってるものと比べてみました。透明本当いいですね。で、キャップは今回は橙色みたいな感じですね。で、黒がこんな感じで、だいぶ使い込みましたね。傷だらけです。で、今度から多分透明の方で紹介していくと思います。いや、本当嬉しいですね。こんな感じです。はい、次にベイスタジアム以外の同梱物を見ていきたいと思います。こちらがスーパーハイペリオンのレイヤーとシャーシドライバーで、キングヘリオスとシャーシとドライバーで、こちらがライトランチャーで、ライトランチャーの L、 こんな感じですね。で、ステッカーはベイブレード、ハイペリオンとヘリオスのステッカーだけです。あのベイスタジアムのステッカーとかなかったですね。あとこちらのライトランチャーの方にもステッカーはなかったです。で、こっちがセット、じゃあペイコードと説明書。B162ベイブレードスパーキング対戦セットの説明書、こんな感じになってます。ベイスタジアムのこと書いてありますね。スタンダードタイプの組み立て方。こういう感じで書いてありますね。一通りの説明が。ステッカーの貼り方やベイブレードの勝ち方など。ライトランチャー見ても、いや、いいですね。やっぱり赤と青、色合いもやっぱり赤と青がいいですよね。で、ワインダーもこれいいんですよね。黒と白でしっかり分かれてて、この迷うこともなく、で、このまっすぐっていうのもやっぱりいいですよね。この曲がってたり結構したりするんで、このしっかりまっすぐっていうのもありがたいですよね。で、なんか長く感じますね。あの前のライトランチャーよりも、普通のよりも若干で、持ってるやつ長い方、ロングの方と比べてもそんなに、まあ、長さは変わるっちゃ変わるんですけど、でもこれでも十分いいかなと思います。やりやすいと思います。こんな感じになってますね。右回転左回転ですね。次にスーパーエピリオン見ていきたいと思います。まだステッカーってないんですけど、一回見ていきたいと思います。このレイヤーはもう明らかに違いますね。こっちがノーマルバージョンなんですけど、こっちがスペシャルバージョンで、もう金と銀って感じですね。全体的な金がかって、こっちは銀でって感じですね。もう違いますね。で、色合いはクリアな感じも、ここは一緒ですね。裏面は金と銀って感じですかね。チップコアの部分もこっちは銀でこっちは金ですね。で、シャーシはもう全く一緒だと思います。全く一緒ですね。
完全に色合いも。でドライバー、ドライバーも完全に一緒ですね、色合いも見ても。なんでスペシャルバージョンの違いといったらこちらのレイヤーの部分かなと思います。こっちステッカー貼っていきたいと思います。はい、ステッカー貼り終わりました。でステッカー貼ってて思ったんですけど、結構青がかってて、でこの普通のノーマルバージョン比べてみても結構青色が多くなってて、あのキングエレスとなんか融合ではないですけど、ちょっと合体してるような感じも見えますよね、この青い感じも。いやー、いずれなんか合体しそうですよね、兄弟で。いやー、かっこいいですね。もうステッカーあるともう全然違くなりましたね。またこんな感じです。はい、組み立てるとこんな感じです。レイヤーだけしか変わらないんで、そうですね、ここのやっぱりシルバーの部分と、あとステッカーがちょっと青くなったな感じですね。いやでもかっこいいですね、これは。どっちもかっこいいです。一応重さ変わんないと思いますけど、個体差あるかちょっと見てみたいと思います。こっちはノーマルバージョン 61.5 61.5、 こっちはスペシャルバージョン 61.7 61.9、 ノーマルバージョン 61.7 61.6、スペシャルバージョン 61.8、 まあ気持ちいいですね。本当はこれは全然個体差だと思います。まあ多少スペシャルバージョンが 0.1g、 まあ本当に変わんないですね。キングエレス見ていきたいと思います。レイヤー見てももう明らかに違いますよね。こっちはノーマルバージョンなんですけど赤な感じで、ちょっとまあ全体的青で、まあ、銀と赤で、スペシャルバージョンの方が青が全体的にあって、で金と赤、まあ、ここはもう金で、もうパッと見た瞬間違いますよね。今回シルバーの部分と金ゴールドの部分が逆になってる感じですね。ノーマルバージョンとスペシャルバージョン、あのスーパーハイペリオンもキングエリオスも。でシャーシの方は一緒でした。色合いも形も全部一緒ですね。でドライバーの方も全部一緒です。色合いも形も全部一緒です。でこっちにステッカー貼っていきたいと思います。はい、ステッカー貼り終わりました。キングエリオスもノーマルバージョンに比べてスペシャルバージョンも全然違いますね。いやこれ人それぞれだと思うんですけど、ノーマルバージョンよりスペシャルバージョンの方が僕個人は好きですね。いやかっこいい、この金ピッカーの感じで赤金で全体的青のシルエット、いやかっこいいですね本当に。またステッカーあるとやっぱり違いますよね。いやーいいですね。組み立てていきたいと思います。はい、組み立てました。かっこいいですねやっぱり。いやどっちもかっこいいんですけど、いやー思ってるスペシャルバージョンが良かったです。重さも測っていきたいと思います。はい、重さ一応測りたいと思います。ノーマルバージョンの方 58.9、 スペシャルバージョンの方 58.9、 お一緒ですね。ノーマルバージョン 58.9、 スペシャルバージョン 58.9、 お一緒でした。どっちももう一緒でした。スーパーハイピラのちょびっと 0.1g もほとんど差ないんですけど、もう完全に一緒でした。いいですね。はい、全部を見比べてみるとこんな感じになります。スーパーヘイペリオンのノーマルバージョン、スペシャルバージョンで、キングヘリオスのノーマルバージョン、スペシャルバージョン。いや結構違いますね思ったより。すごい、もうどっちもかっこいい。キングヘリオスもスーパーヘイペリオンで思ったのはちょっと青がかって光るお兄ちゃんと融合したようなイメージになりました。どっちもかっこいいですね。でキングリスの方はもう神々しく、もう金で強そうな感じになりました。じゃあ早速このスペシャルバージョン同士で遊んでいきたいと思います。はい、早速一人でまずは遊んでいきたいと思います。使うのはついてきたベイスタージャムスタンダードタイプとライトランチャー、ライトランチャー L で、スーパーハイペリオンのスペシャルバージョンとキングヘリオスのスペシャルバージョンで遊んでいきたいと思います。でこれロックしてないんですけど、皆さんはやるときはしっかりロックしてやるように気をつけてください。はい、まずは先行スーパーハイペリオンでいきたいと思います。はい、まずはキングエリオスが勝ちました。スタミナフィニッシュですね。まあ、やっぱり見ても攻撃と持久って感じで分かれますね。次はキングエリオスを先行でいきたいと思います。はい、キングエリオス先行でいきます。
スーパーエリアのオーバーフィニッシュです。一人でやっても結構いろんなことを研究できそうですね。次は甥っ子とバトルしていきたいと思います。今甥っ子のレイト君を呼んできました。一緒にやりましょう。はい、お願いします。どっちしたい？右回転、左回転、スーパーエピロン、キングヘリオス、どっち使いたい？やっぱ俺は右だね。右回転、じゃあスーパーエピロンだね。じゃあ俺はキングヘリオスを使います。じゃあやりますか。いきます。はい、いきます。3、2、1、5、4。おー、すごい。あー、すごい。いいね、いいね。俺の感じだったな。まずは1勝しました。うわ、強いね。もう一回やるか。強いね。もう一回やるか、うん、同じやつですか。どうする。いや、同じやつ使うか。同じやつか。はい、はい、2回戦いきます。3、2、1、5、4。おー、いい勝負。おー、すごい。おー、これ面白いな。おー、負けた。おー、やった。吹っ飛ばされました。いや、レイトの勝ちじゃん。いや、楽しいね、うん、これで1対1で、これでまたこっちやってみる。青い方も使ってみる、うん、左回転、うん、はい、どうぞ。で、青い方はこっちやばい、分かりやすい。いや、面白いね、やっぱり。あ、やばい。しょうがないね、そういう時もあるね。できる？大丈夫？そう、左回転だから。そうそう、そう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 、 OK。 じゃあ左回転、レイトは左回転を使います。いきます。3、2、1、5、4。うわ、いい勝負だ。お、いい勝負だね。おー、ドローみたいな感じ。今日はこの辺で終わりましょうか。また後でいっぱい遊ぼう。いや、楽しいね。どうだった？面白かった。面白かった、よかった。じゃあまた後でいっぱい遊びましょう。じゃあまたね。ありがとうございました。バイバイ。いかがだったでしょうか。ベイブレードスパーキング対戦セット、いや、良かったですね。あのベイスタジアム、こちらにあるんですけど、透明のクリアのベイスタジアム、今まで白か、ここの部分は白か黒しか使ったことなかったので、透明が初めてだったので、いや、すごい新鮮味があって、いや、良かったです。透明はもうこれちょっとお気に入りです。で、ベイブレードの方もこのスーパーハイピアンとキングエリアスで、ノーマルバージョンとスペシャルバージョンでもうしっかり区別つくんで、良かったです。で、かっこいいです、スペシャルバージョンも。いやー、良かったです。で、ライトランチャーの方もこちら、こっちは右回転、左回転で、赤と青で、黒のワインダーに白のワインダーで、分かりやすくて、これも子供たち、もし2人兄弟とかで使うならすごい分かりやすいと思います。で、しっかりとまっすぐで、シュートもしやすかったですし、使いやすかったです。まあ、長ければさらに良かったかなって思うんです。このワインダーの部分がロングワインダーみたいな感じで、長ければもっと良かったのかなと思うんですけど、まあ、十分これでも遊べます。いやー、これは本当にお家でベイブレードどうでしょう、いいんじゃないですか。こっから始める人も、これから新しく始める人も、いや、この対戦セットはおすすめです。すごい良かったです。で、アタックタイプと持久タイプ、まあ、攻撃と防御でしっかりと分かれてますし、すごいこのどっちが強いとかでもなく、ほどいい感じなバランスなんですよ。こっちの攻撃タイプはこう弾き出すこともありますし、バーストもすることもありますし、で、持久タイプでこう粘って粘ってスタミナ勝ちっていうオーバーフィニッシュもありますし、いや、バランスもいいんですよね、すごく。なんでどっちが強いとかもなく、じゃんけんしてこうお互い決めたりとか、好きな方を決めたりとかで、あとカスタマイズもしたりとかで、これ
あのキングレース10枚刃で今回やってたんですけど、ずっと5枚刃にもできたりするんで、いやバリエーションありますね。今回の対戦セットはすごく分かりやすくて、色も赤青で良かったです。でこれからベイブレードを始める人もぜひスパーキング対戦セットいいと思います。すごくで友達同士でもちろんやるのもいいですし、あの兄弟でも男の子と女の子でも全然女の子でもできます。あの僕昔妹とかとやったりしたんですけど、あの負けたりするんで、男であの力とかも少しは関係あると思うんですけど、もちろんただやっぱりいろんな組み合わせとか、あとシュートの仕方とかシュートの場所とかいろんなことで勝ち負けが出てくるんで、もう女の子も全然男の子に勝てるのでもうおすすめです。で彼女と彼氏でやるのもありだと思います。こう一緒に遊んで、こう今家の中でしか入れないと思うんですけど、一緒に戦ってゴミ捨てどうするとか、負けた方がゴミ捨てしてくるとかで、夫婦でやるのもありだと思います。もうどっちが明日のご飯作るみたいな感じで、こうね、ずっと奥さんに作らせたらあれだと思うんで、まあ、負けた方がじゃあ明日のご飯作ろうかとか、もういろんなことできると思います。本当にベイブレードでまた新しい遊びができたらなって、楽しいと思います。本当にトランプとかジェンガもやってると思うんですけど、いろんな遊び、家の中でできる遊び、ゲームもあると思うんで、その一つ中の一つにベイブレードも入れてみてはいかがでしょうか。すごい良かったです。じゃあ今日はこんな感じで、またよろしくお願いします。ありがとうございました。楽しかったです。